ステンレスソープのインゴットステンレスソープは、石鹸の形状あるいはその他の手に持ちやすい形をした、ステンレス鋼の塊、または中空の製品。調理時に手についた匂いを消す効果が謳われているが、有効性は否定されている。当初、ニューヨーク近代美術館や、クレートバレルのウェブストアでも販売されていたほか、日本では100円ショップでも見かける。ニンニクや玉ねぎ。 魚といった周期の強い食品を調理した後、手を金属製の鍋や流し台などですると匂わなくなることが以前から知られていた。ニンニクや玉ねぎ臭のスルフィド類は、難水溶性で油脂の性質も小さく、石鹸で水洗いしても匂いが落ちにくいが、金属と反応して水溶性の作体に変わる。魚臭のアミン類は液水溶性だが、同じく作体を作りやすい。 そこで、錆びていない金属の表面を水で濡らし、皮膚表面の物質と接触、反応させて洗い流す動作を、錆びにくいステンレスの塊を手元に置くことで容易に、実施できるよう考案された。ドイツのゾウリンゲンに本社を置く企業、ジロンカ社が、この種のステンレスソープの特許を取得している。作用機構上、表面が汚れて、金属イオンの溶質が衰えると効かなくなる。また 反応しない物質には効果がない。ソープと称していても石鹸ではなく単なるステンレスの塊であるので通常の石鹸が持っているような喧嘩や殺菌効果はない。有効性に関して科学的な根拠が不十分とする意見もある。日本の公正取引委員会には有効性があるとは認められていない。2007年 自論化社のスメルキラーというブランドの製品をあたかも水と空気に接触することによって消臭効果を有するかのように宣伝して販売していたジュピターショップチャンネルに対し公正取引委員会がその合理的な根拠となる資料の提出を求めたがジュピター社が提示した資料は合理的な根拠を示すとは認められず不当表示として排除命令を受けた ありがとうございます。